喫煙する、男性副流煙を出している。タバコ喫煙は、タバコの葉を乾燥、発酵などの工程を経て加工した、嗜好品に火をつけて、くすぶるように燃焼させ、その燃焼ガスと、煙を吸引する行為である。タバコの煙を吸引するための様々な器具、シガーボックスとカッターはまき各種パイプ風化専攻。ボング喫煙は、タバコの葉に含まれるニコチンを摂取する手段。 または行為を指すが、抗議には大麻の吸引を含むことがある。19世紀に出現した紙巻きタバコのほか、紙タバコ、葉巻、鍵タバコなどの伝統的商品もある。また特殊な紙巻きタバコとして、薬用タバコと称しているものも存在する。タバコ喫煙の起源は、紀元前10世紀の頃、地域はマヤ文明とされ、古くからアメリカ先住民の間に、 喫煙の習慣が広まっていた。大航海時代の到来とともに、ヨーロッパに伝播し、様々な薬効があると信じられたことにより、15世紀から16世紀にかけて100年間という当時としては、短い期間で急速に世界へ広まった。そのため、世界でタバコ、タバコなどとほぼ同じ名前がついている。ヨーロッパアジア地域においても、大麻などの喫煙習慣があったとされるが、 起源は明らかでない。葉巻パイプなど様々な喫煙方法が考案され、普及しており、今日世界的に最もポピュラーな喫煙方法は、安価で手軽な紙巻きタバコである。なお、現代では、タバコを、吸う、という表現が一般的に用いられる。以前は、飲むと表現される場合もあった。喫煙する人をかたどった石像インディアンによる、喫煙 マヤ人たちはタバコを生にを捧げる儀式、占い、魔除けといった宗教的な用途で用いていた。また、北米のインディアンは、現在も宗教的な儀式にタバコの葉を用いている。インディアンたちの喫煙法は、地面に浅い穴を掘り、枝や土でドームを作り、中でタバコの葉をいぶした煙を、何か所か開けた穴からひざまずいて吸うというものだった。また、 粘土で作ったパイプも使われており、あまり首の曲がっていない直感型のものだった。このクレーパイプは、数千年前のインディアンの遺跡からも出土している。1492年10月12日、クリストファー・コロンブスは乾燥したタバコの葉を、アラーク族から与えられたが、興味を示さず廃棄してしまった。その後、ロドリゴ・デ・ヘレスとルイス・バー・エース・デ・トーレスが喫煙を、 目撃した最初のヨーロッパ人となり、ヘレスがアメリカ州の外で喫煙した最初の人物として記録されている。16世紀には喫煙の習慣は主に船乗りの間で一般的なものであった。1560年代にジョン・ホーキンスの船員によってイングランドにもたらされたが、1580年代に至るまで大きな影響を与えることはなかった。 イングランドでは1820年代後期から広く浸透し始めた。1828年、スペインで紙巻煙タバコが登場し、一定の商業的な拡張をもたらしたが、20世紀初頭に安価な機械製造法が普遍化されると、その依存性により爆発的に喫煙人口が増加した。第一次世界大戦の間、タバコ製品は、 典型的な軍事補給物資の一つであった。以降、紙巻きタバコを用いた喫煙は魅力的で気楽な生活様式の一部として、タバコ会社により宣伝され、女性の喫煙も社会の中に浸透し始めた。1905年の風刺がタバコを吸うことで、一時的に肥料薬痛が緩和されることから、古来からタバコは薬草とする場合が多かった。しかし同時に、 喫煙者の様子や、タバコの常習性などから、喫煙は薬ではなく毒ではないかという認識が存在した。例えば、ドイツの哲学者のゲーテは、喫煙には、ひどい、無作法、無礼な被写会性がある。喫煙者はあたり一体の空気を汚し、喫煙したくない、社交性のある、普通の優しい人間を窒息させると手紙に記している。 日本でも、メンザン王将など、何人もの仏教僧侶や医師が、タバコの害、受動喫煙の害などを報告している。スコットランド及び、イングランドの国王ジェームズ一世は、喫煙を、肺に危険な風習、そしてタバコの煙を、地獄から立ち上る豪華の煙と表現、タバコに重税をかけた。1900年、生命統計学者らが、肺がの増加を指摘。 その後様々な研究が行われ、タバコやタバコ炎の成分が分析され始めた。やがて臨床的、病理学的、疫学的にタバコの人体への影響の研究が進み、1930年には肺や循環器疾患の発症率や死亡率の上昇が指摘された。その後も様々な国、研究機関でタバコの研究は増えていき、ドイツではナチス統治下で、 またアメリカ合衆国では1938年頃、生物学者レイモンド・パールが、タバコは健康に悪影響を及ぼすと発表している。1939年から1963年の間に、肺がんに関してだけで29の逆向き研究が行われ、1952年から1956年の疫学研究の発表以降、 喫煙と肺がんの関係が特に注目されるようになり、1950年代から1960年代の間に医学界や各国政府のコンセンサス、喫煙は特に肺がんや心臓血管疾患に関して健康を脅かすが発表された。リーダーズダイジェスト氏も喫煙外科に公衆衛生に害を及ぼすかを示すことによって喫煙率を減少させるキャンペーンを始めた。 1954年初頭、タバコ産業の代表者らは、喫煙と健康の問題研究を後押しする目的で、タバコ産業研究会を設立し、研究に積極的に資金提供、情報収集を行い、喫煙が健康を害するとの科学的な証拠はないと主張した。以前と比べると禁煙活動が進んだが、世界保健機構は2008年時点で、 世界各国で喫煙による死の予防が不十分であると表明している。また、同機構は、タバコにより、世界全体で、毎年540万人が死亡していると報告している。2017年11月26日より、アメリカ連邦裁判所は、タバコ会社大手である、アルトリア、RJ レイノルズ、フィリップ・モリス、USA などに対し、 タバコの健康への有害な影響について告知広告を出すように命令を下した。約1年間テレビ CM、新聞により告知広告が行われている。その中で平均で1日2200人のアメリカ人が喫煙により死亡していること、殺人や自殺、交通事故による死、エイズや薬物乱用、 アルコールが原因の死などを全部合算した数よりも多くの人が喫煙により死亡していることを明記するように求めている。日本でも現在では受動喫煙による死者が年間1万5千人と推定され、癌や心筋梗塞、中耳炎や虫歯などの高校の病気、不妊や流産などの原因になることが指摘されている。灰皿が設置されたベンチ喫煙する。 女性税収減世界保健機構は喫煙が世界経済に及ぼすコストは年間1兆ドルを超えるとする一方で2013年から2014年におけるタバコ税の税収を約2690億ドルと推定している経済的損失世界銀行は喫煙の全経済効果を分析しタバコを経済活動から締め出した場合現役喫煙者がタバコに費やす金銭は 他の商品、サービスに用いられて新たに雇用と経済活動が生まれ、大半の国ではタバコ産業で失われた雇用を穴埋めできると試算している。アメリカ合衆国の場合、タバコ消費をなくしたならば13万人以上の雇用増加が見込めるという試算がある。また、保健社会福祉省は喫煙が毎年1670億ドルの経済損失になっていると試算している。 貧困喫煙は世界の貧困問題との関連性についてしばし議論される。国内外の研究においては喫煙率と貧困状況の関連を示唆する統計が存在する。世界銀行は2020年までには喫煙で死亡する10人のうち7人は低中所得諸国が占めるようになると予測している。一方でこれらの統計や予測については 喫煙を貧困の原因として単純に結論を出すものではない。そもそも世界の全人口を占める貧困率が高ければ高いほど喫煙者の貧困率についても比較的かつ連動的に推移を示すであろうことに注意すべきである。新喫煙は世界で最大の予防可能なシーンであるとされる。火事タバコの火の不始末は火事の原因の上位となっている。 歩きタバコ成人が手に持つタバコの高さがちょうど子供の目の高さあたりとなり、目に接触した場合失明の危険性がある。非常に危険かつ迷惑な行為とされ、各自治体において条例で規制されている。悪臭タバコの煙には、アセトアルデヒドやアンモニアやスカトールをはじめとする匂いの元となる成分が数千種類以上含まれており、 それらを燃焼させることでより強い悪臭となる。消臭剤、芳香剤市場では、主な悪臭源の一つに、タバコの匂いが挙げられ、アンケートでも嫌いな、臭い第一位になることもある。喫煙者の中にも、タバコの匂いを忌避する傾向がある。また、煙にはタールが含まれているため、衣服などに吸着した匂いは取れにくい。エアコンにこびりついたタバコの悪臭除去は難しく。 フィルターの交換やエバポレーターの洗浄など手間と費用を要する。吸い殻速攻にポイ捨てされた紙巻きタバコの吸い殻、吸い終わったタバコを吸い殻と言い,い、世界中で海岸ゴミを拾っている国際海岸クリーンアップキャンペーンによれば上位実験のプラスチックゴミを除くと海岸ゴミの中では紙巻きタバコ関係が最も多く残りの約3分の1を占める。 喫煙が人体に与える影響タバコの煙には有害物質が大量に含まれ健康に著しい悪影響を与える。タバコの喫煙、また受動的喫煙環境は e ア r ク発言性でグループ1に分類される。世界保健機関によると世界で喫煙による死亡者は年間600万人、全世界で今日喫煙をしている人々の半数である6億5000万人は 喫煙が最終的に原因で死亡するとし、受動喫煙ががんなどの深刻な健康被害を引き起こすことに疑問の余地はないと主張している。また、世界医師会は、非喫煙者は受動喫煙によって毎年数十万人が死亡しており、職場の受動喫煙によって死亡する労働者は毎年およそ20万人いるとの声明を発表し、喫煙をはじめとしたタバコ使用は、 全ての臓器を犯し、癌、心臓病、脳卒中、慢性閉塞性肺疾患、胎児への障害などの主要な原因となっている。都市、また、4000種以上の化学物質、50種以上の発ん物質などの有害物質を含むタバコ炎にさらされる被喫者は、肺がんや心臓病などの病気で命を脅かされている。と主張した。 喫煙が健康に有害であることを前提とし、タバコ規制に取り組む国際組織は、世界医師会、国際薬学連合、国際歯科連盟、世界医療従事者協会、世界理学療法連盟がある。日本でも健康に影響する最大の原因である。欧州委員会は、喫煙による死亡を70万人、交通事故を4.3万人、自殺3.3万人、 多殺1.8万人としている。タバコ関連疾患依存症がん喫煙と肺がんの相関関係。1年ごとの喫煙率の増加と肺がんの罹患率を示している。喫煙率増加に約20年遅れて肺がんの罹患率が増加している。ただしこのグラフには大規模調査の行われていない1960年。 以前の出所不明のデータが合成されており注意が必要である慢性閉塞性肺疾患の肺肺機種に罹患し黒色炭素が見られるアメリカ疾病予防管理センター所蔵1973年喫煙に関する肺の図を広げる米軍医療専門家横須賀米海軍基地の小学校2003年呼吸器疾患妊娠 胎児免疫低下、感染症死化疾患喫煙によるニコチンが死臭病のリスクファクターとなることが報告されている。皮膚や粘膜から吸収されたニコチンによりサイトカインや、高中球、マクルファージ、繊維目細胞に影響を与えることで、免疫応答や炎症反応、死臭組織の再生や修復に影響を与えるほか、歯肉の血管収縮により、 酸素分圧の低下した刺繍ポケット内部で刺繍病の原因となる細菌の定着や増殖が促進される可能性も指摘されている。疫学的には喫煙によるオッズ比が1.66と報告されているのみならず、受動喫煙でもオッズ比1.57と報告されている。さらに喫煙者において、 ニコチンの血管収縮効果により炎症反応が抑制されていることから実際には死臭病の患者が喫煙者では隠れている可能性も指摘されている。カナダのタバコの放送には進行した死臭病の写真とタバコは死臭病を起こすというメッセージが表示されている。精神疾患、神経疾患その他の疾患受動喫煙非喫煙者が喫煙者のタバコ煙炎を吸う。 受動喫煙により、肺がんや、虚血性心疾患、呼吸器疾患、乳幼児突然死症候群などの危険因子になっているとされる。受動喫煙者の死亡率は10万人に5000人、すなわち20人に1人であると言われている。受動喫煙を及ぼすタバコ煙を環境タバコ煙と呼ぶこともあるが、1997年2月に、 カリフォルニア州環境保護庁が発表した環境タバコ炎暴露による健康影響では、環境タバコ炎は肺癌、副鼻腔癌、心臓病、肝臓動脈疾患、乳幼児突然死傷候群、低体重児、未熟児、気管死喘息、慢性呼吸疾患などの原因になると言われている。 またイサヤマヨシオは、アメリカでの受動喫煙が原因の肺がん死亡率は10万人中700から1000人であり、心筋梗塞死は10万人中3000人が死亡すると推定されると主張した。平山論文国立がんセンター長の平山武氏は1966年から1981年にわたって、 40歳以上の健康な妻9万1540人の中から発生した200人の肺がん患者を疫学調査し、夫が喫煙する過程では、非喫煙者の妻が肺がんにかかって死亡する危険性があるとした。この平山論文は、受動喫煙が持つリスクを世界で初めて指摘したものだが、調査手法の不備について批判を受けている。1985年2月12日、 フランスのリヨンで、風の機関である国際癌研究機関の医学専門家が50人集まり、タバコ炎は人への発言性があるか否かについて、最終的な結論を出す会議が開かれ、平山も参加した。科学的、生物学的、疫学的に検討され、受動喫煙についても、日本を含む各国の研究内容の一つ一つについて詳しい検討、批判、議論を行った。 会議最終日には、満場一致で、タバコの煙の人への発言性の証拠は十分で、あると結論された。有益な効果ニコチンニコチンが結合する、ニコチン性アセチルコリン受容体2002年と2007年に行われたメタアナリシスでは、タバコの喫煙がパーキンソン病リスクを低減することが示された。これらの研究の根拠として、 タバコに含まれるアルカロイドであるニコチンの神経保護及び認知能力の改善作用が挙げられる。これは複数の研究及びメタアナリシスの結果により指示されている。41件の二重毛犬研究を使用したメタアナリシスにおいてニコチンは認知能力を向上させる作用があると結論付けられた。また、1960年から2004年の研究を 調べた2007年のメタアナリシスでは、性別、年齢に関わらず、ニコチンが、パーキンソン病の防御因子になると報告された。ニコチンは、ニコチン性アセチルコリン受容体に結合することで、作用する。アメリカ合衆国において、ニコチンと同じくアセチルコリン受容体に作用する、アセチルコリンエステラーゼ阻害薬であるガランタミンが、アルツハイマー病の薬として FDA に承認され、 販売されている。ただし、タバコの喫煙の場合は、ニコチンだけでなくタールを多量に含むため、別のリスクが生じる。ニコチン単体の低用量長期投与は、うつ病リスクを低下させたが、その一方で女性のタバコ喫煙では、うつ病に罹患するリスクが高まるとの研究結果がある。喫煙ではなく、食事によるニコチンの摂取でも、パーキンソン病の治療及び予防になりうる。 精密機器であるコンピュータは、タバコの煙のような微粒子による汚染に弱く、故障の原因となる。マイクロソフト社は、ハードウェアの問題を最小限に抑える方法の一つとして、コンピュータの周囲で喫煙しないことを勧めている。各金属接点に付着することにより、接触不良を起こす原因となる。また、空気の通り道にタールが付着することによりそこへゴミが張り付き、 温度上昇やトラブルの原因となる。タバコの煙は、かつて汎用機などで使われた、半密閉型ハードディスクドライブ等に対し特に悪影響があり、その寿命を縮めると言われた。これは精密機器である磁気記録ディスクの表面にある、自生体の溝が、タバコの煙の粒子より当時は大きく、この溝に煙がかかることで、読み書きが安定しないからである。 禁煙スペースであることを知らせる標識タバコの箱に書かれる様々な警告分解1では以前多くのタバコ会社が車体に広告を出していたが2006年度以降ヨーロッパをはじめ世界中でタバコ広告が禁止されるようになったことでタバコ会社はフィリップ・モリスを除き全社が F1 のスポンサーから撤退した現時点で2005年度以降会1全レースにおいて タバコ広告は存在しておらず、タバコ広告を禁止する法律がないバーレーンでも、フィリップ・モリスは車体に広告を載せておらず、今後国を問わず全レースで車体に広告を載せない、方針であることから、会一からタバコ広告が消えることになった。日本では、以前タバコのコマーシャルが放送、新聞、雑誌などのメディアで頻繁に行われていたが、青少年の喫煙を促すとともに健康への、 悪影響を懸念する意見が多くなったことから段階を追ってコマーシャルを自主規制する動きが出ている。一覧中の国名のリンクが太字のものはフランスの喫煙などの国別トピックにリンクされていることを示す。日本北、中米、カリブ海ヨーロッパ紙巻きタバコに関しては外して非常に高額なタバコ税が課されている。ただし手巻きタバコや パイプタバコ等はそこまで高くない場合が多い。アジア、ありがとうございます。